前半は激しい補強合戦だった、経営16年目のリバプールでしたが、今回は後半です。後半も隙あらば補強はしたいと思いつつ、気になっていた部分の改善などを言っていきます。後半も適当にプレイスタイル上げを行い、若手センターバックがオールラウンドディフェンスを確立。無理してチームカラーを発動しようと思っていませんが、いずれという気持ちでした。その後、国内キャンプから帰還、日本とは違い、イングランド国内なので、かなりの効果がありました。疲労も大きいですが、満足のキャンプです。17年目に突入した、1月、スナイデルが帰ってきました。かなり満足のレンタルだったようです。グラフの伸びはこんな感じでした。より細長くなっちゃった。弱いところを補うレンタルが必要かもしれません。できるのかわからないんですけどね。ということでスナイデルをシステム型のリヨンにレンタルします。あとはそんなに大きな動きもないまま、後半戦がスタート。しかし、サポーター獲得数が少ない、総合評価が低い、ここが気になりました。施設の満足度が足りない、それが理由なのは明白だったので。スタジアム施設をいろいろ増やすことにしました。全体的に上げていくスタイルです。サポーター獲得数が上がり、施設も良くなっていけば、セルジオ越後さんからの評価も上がり、コアサポーター数も増えていくので、この建設はかなり大事なものでした。その後2月、ヨーロッパカップの決勝トーナメントが開幕、ヨーロッパの大会のカテゴリーの中では下の方ですが、負けられません。育成が大事なので、戦いはカットしますね。まあ、ここくらい勝っておかないと、という感じです。スタジアム施設の方は、あれからじわじわと建てられ、施設の満足度が、E から D にアップ。2月4週、ヨーロッパカップで激闘を繰り広げていましたが、施設の満足度がここで C に上がっていたことに満足なオーナー兼監督。お金が増えたし、もうちょっと増やしたいということで、さらに建設します。あとは時系列を順に追っていくだけの生活。南野のプレイスタイルが上がりました。まだまだですが柱に成長していきつつあります。3月2週、満足度は B に上昇、良い感じでサポーター数も伸びています。その後は、試合を淡々と消化し、リーグは圧倒しての優勝となりました。勝ち点差は21と、大きな差をつけ、今後優勝が当たり前な成績を残します。そしてヨーロッパカップは決勝へ、ビジャレアルが相手でしたが、負けは許されません。リードされましたが、一気にひっくり返し、無事に優勝しました。これで来年は、ヨーロッパスーパーカップに出場が決定ですし。優勝は嬉しいですが、それによりさらに覚醒ポイントが得られることが何よりです。満タンになったら、多少、仮限界の壁を少し超えられるので、すごく大事なようです。そして5月、フリー移籍のイベントですが、結果から言うと外れで誰も取りませんでした。狙いはアマチュア選手でしたが、欲しい選手は誰もおらず、なかなかここの当たりがありません。指数80どころか、75を超える選手もほぼおらず、やはりユースやクラブ間交渉の方がまだ良さそうです。その後、キルスティが帰国、大きな効果があったようでした。入れ替わりで、今度はウングボリを期限付き移籍、育成の方もじわじわ進行しています。
そんな大きな動きがありすぎた、16年から17年目のシーズンでした。では、成長確認に参ります。連携は濃くなり、だいぶつながりが太くなっていました。全体のグラフは、まんべんなく少し成長していました。では、行きます。常磐性型のキーパー、ペテルグラチは少し成長、ベテランですが今が成長期なので、まずまずの成長でした。右サイドバックのジョンソンも少し成長、26歳でピークを迎えており、初期メンバーの中では、有望な選手となっています。土屋はうっすら成長、このクラブでは主力としてしっかり活躍しております。ポリシーが合わない選手を近づけさせるスキルもあるので、かなり貴重な選手です。大黒柱、イヴァン・コルドバはうっすら成長、最強ディフェンダーとして君臨中です。左サイドバックのアウレリオは少し成長、あまり強くはないですが、弱点もないので、しばらく使うであろうベテランです。チアゴ・アルカンタラは、うっすら成長、指数的には高くなく、あくまでも穴埋め要因という感じです。ボランチ、ハーグリーブスはうっすら成長、途中加入の便利屋として今季加入しました。ピークは過ぎ去ろうとしていますが、十分活躍してくれるでしょう。マキシもうっすら成長、細長いグラフでオフェンスはかなり良いですが、システムタクティクスがかなり低めです。ブルッツもうっすら成長、右サイドのミッドフィルダーとして起用が多かったですが、早く違う選手と入れ替えたいところです。今季、84ゴールを決めた、ドラゴン久保もうっすら成長、ヘッドハンティング組はヨーロッパで無双しております。エディットフォワードの南野もうっすら成長、しかし、プレイスタイルは豊富で、これからの若手なので、かなり伸びてくれると思います。控えのキーパー、バンは少し成長、若いというほどではないので育成はあまり期待できませんが、少し成長を期待しています。若手ドリオ、サミッチは少し成長、指数は高くないですが、育成すれば神レベルになるはずなので、重点的に育成していました。ヨバノビッチは良い成長、レンタル育成で伸びましたが、化けるほどの成長ではありませんでした。ですがこれからに期待です。カップ戦要員として獲得した、ターナーはうっすら成長、戦力とは言いづらいので、人が増えれば放出するでしょう。キルスティは良い成長、ある程度期待感を持って育成をしていました。さらに大きく化けてほしいところです。コンティにも良い成長。土屋の代わりとして育成をしていますが、すごく良い選手ではないので、立場は安定していません。スナイデルも良い成長です。期限付き移籍で急ピッチに育成中で、柱となるべく日々頑張っています。そしてウングボリは少し成長、常磐性なので、じっくり育てていくしかありません。期限付き移籍もいずれでしょうか。締めは、セルジオエチゴさんからの評価のコーナー、活動報告です。サポーターを増やすという公約でした。慌てて施設を作ったので、そこを評価してもらいたいところです。施設は、ギリギリですが最高の S 判定でした。総合評価も S で、コアサポーター数が激増しました。今回はここで終了します。次回、
さらなる良い選手を探しつつ、育成をバリバリやっていければと思います。ご視聴ありがとうございました。